マーカス・ウィリアム・ジャイルズは、元 MLB の二類種、ウトウミギウチ、カリフォルニア州サンディエゴ出身。1996年、アトランタ・ブレーブスから53順目で、ドラフト指名を受け、1997年5月26日、契約成立。1998年、A 級で135試合、打率。32937本類が、108打点。 出塁率425オプス1 0 6 1十2盗塁というハイレベルな数字を叩き出しサウスアトランティックリーグの MVP に輝く1999年 A で126試合打率326出塁率392オプス905と好調を維持しカロライナリーグの MVP に輝く2000年 AA に昇格 132試合、打率、2 9 7本塁打、出塁率、387、25盗塁をマークし、サザンリーグのオールスターに出場するなど、着実に成長を遂げる。2001年5月10日にメジャーデビュー。2003年は、打率3割一部6輪、球団新記録の49、2塁打で、MLB オールスターゲームに選出された。2006年は、前年オフに、 それまで1.2番に勇敢コンビを組んできたラファエル・ファーガルが、ロサンゼルス・ドジャースに移籍したため、新たにリード・オフマンに抜擢された。ピート・オアや、マーティン・プラドの台頭もあり、同年オフ、兄のブライアン・ジャイルズが所属する、サンディエゴ・パドレスへ、FA 移籍。2007年は、聖に類史として期待されていたが、開幕からスランプに陥り、わずか1年で解雇された。 同年オフ、松井和夫が FA となり、二類種が手薄となった、コロラドロッキーズとマイナー契約。しかし2008年シーズン開幕前に解雇され、メジャー入りを果たすことはできずにフリーエージェントとなった。2009年1月6日、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約。しかし、3月30日に解雇される。ブレーブス時代は、ラファエル・ファーカルトに勇敢。 1.2番コンビを組んでいた。二類種以外に三類種での出場経験がある。ありがとうございます。